どうも、西田正樹でございます。本日はですね、9月の10日に東京にあります国立劇場にて東京新聞主催の日本舞踊の会があるんです。今年母と出演させていただくことが決まりました。それのですね、本日はかつら合わせがあるんです。なかなかこうかつら合わせの風景を見ることっていうのはないんじゃないかななんて思って、その様子を撮影していきたいなと思います。それとその9月の10日日本舞踊見たことないけど、あんまり知らないけどっていう人がいっぱいいると思います。ちょっと興味あるなとか、見に行ってみようかななんて思う方がいればですね、チケットお取りします。そのチケットを取る方法なんですけど、僕のインスタに DM ダイレクトメッセージをいただいてですね、氏名、住所、ご連絡先を記載していただいて、当日国立劇場の受付にお名前を言っていただいたらですね、チケットをご購入いただけるということになっております。僕が踊る時間帯であったりとか、もろもろの情報は概要欄の方に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。それではかつら合わせまで行ってきます。作るじゃないですか。その後は割らすんですか。そうですね。じゃあこの金型は再利用ですか。そうですね。はい。
10年やったらその膝を悪くしますいやー年じゃ年だけじゃないけど、当たってる？これがめっちゃ当たってる。これが、はい。なんかつまむとかそういうの気をつけて。もう少し、取りますね。はい。当たってる。ああ、そう。そうですね。こっちも、そこでもないですかね。冬がいいよな。しかしだって冬なんだ。夏が僕を呼んでるとか言ってたじゃん。違う違う違う。そのこういうのは冬がいいよねって。冬は嫌だから。着物とかさ、カツラとか。まあ、もうちょい横幅を広げていただけるときついですか。気持ちいい。グッドで、グッドで大丈夫。はい、これのことですね。そうです、そうです、そうです。 それでもう十分、十分、十分。いやいや、行き過ぎぐらいでいいんです。あれがないんですもんね。だってドンピシャつけないんですもんね。紐もないし、これはただこのバネの力だけで止めるやつだから。なるほど、これでいいです。はい、はい、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。身長的に175です。はい、はい、なんでですか。大体柄を腕に張り具合。あー、なるほど、大きめにしといてください。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。失礼いたしました。